おはようございますこんにちは。こんばんは。文化人法則局スタッフ T です。いつも文化人法則局を,をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時半のニュースをお届けします。本日も、有国関連、そして日本国内や、また世界のいろんなニュースもご紹介したいと思っております。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を。こんな情報までよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、インゴースわせていただきます。 ご了承くださいでまずは長尾さんのネット署名の現状を見ておきましょうこちら現在9784名の方々に署名していただいております皆様ご協力ありがとうございます引き続きこちらの動画概要欄に載せておきますのでご協力よろしくお願いいたしますそして、えー、早速本題に入りましょうまずはこちらロシア兵捕虜虐待映像は捏造だったアノニマスがロシア軍文章を公開右軍の非 非道映像開発をというふうに言われていますウクライナ兵がロシア軍捕虜を虐待したとされる映像が流出し、問題となっていた件でこの映像がロシア側で制作された可能性が提起されている。 ハッカー集団アノニマスは28日、ツイッターアカウントにおいて、ロシア語で書かれた文章をアップロードした。この文章には、ロシア当局が偽の映像制作を指示する内容が含まれている。ウクライナ政府もテレグラムを通じてこれを共有したというふうに言われています。まあ、本当情報合成になっておりますね。何が正しいのか正しくないのかも、本当に混沌としている状態なんですが、これは一つ、参考になるなというふうに思いました。でこちら。 プーチン氏側近は恐怖で真実告げられず実態報告で誤った情報とアメリカ当局者が言っているというふうにロイターが報じております米当局者は30日ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻と欧米の制裁措置による経済へのダメージをめぐる実態について側近から誤った情報を伝えられている可能性があることが機密情報で示されていると述べた アメリカ当局者は、匿名を条件に、プーチン大統領の側近は、真実を伝えるのを恐れているため、ロシア軍の侵攻がいかにうまくいっていないか、欧米の制裁措置でロシア経済がいかに打撃を受けているか、誤った情報を伝えられている可能性があると述べた、というふうに言われています。これも情報戦の中の一つかもしれませんので、何とも言えないんですが、こういうこともあり得るのかな、というふうに思いました。で、こちら、四国通信機など、非兵器支援、ロシア軍物資、5月に、 不定化という,ふうな記事が出てきてきおりましたウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアに対し、四国が食料や通信機器など兵器に当たらない物資を支援していることが分かった。西側情報当局の分析として関係筋が明らかにした。ロシアは兵器を含む 軍需品の支援を再三要請してきたが、C 国はこれまでのところ応じていない模様だというような新たな情報が出てきていました。C 国があー兵器に当たらない物資を支援しているというふうなことが言われていまして、これは制裁などにもつながっていくのでしょうか。ちょっとこれは注目だなというふうに思っております。で、こちら、朝日新聞の記事ですね。ロシア軍の一部はベラルーシへ。 米国防総省撤退ではななく再配とという,ふうなことが言われておりますロシアのウクライナ侵攻をめぐり米国防総省のカービー情報報道官は30日の記者会見で首都キー,キーフですねキーフ周辺を訪れた一部のロシア軍部隊が隣国のベラルーシ国内に入ったことが明らかにしたただしキーフ周辺を離れた部隊は現地に集結していた全体の20%以下に過ぎず撤退ではなく部隊の再配置だ との見方を強調東部のドンバス地方などでのロシア軍の攻勢に警戒感を示したというようなことが言われていますねはい本当にもうねこれ実際見たわけじゃないって何とも言えないのですが、はあ、いろんな動きがあるみたいですねでこちらこちらですねこれびっくりしましたインドがロシアの原油を爆買い3月だけで昨年の半分の量にとアメリカカジメディアというような報道が出てきております 2022年3月28日、アメリカカジメディアのこちらの新聞は、インドがロシアからの原油購入を加速させており、3月だけで去年の半分に当たる量を輸入していると報じた。記事は石油関連調査会社のケプラーによるデータとして、今年3月初め以降、ロシアからすでに約600万バレルのロシア産原油がインドに向けて輸送されており、4月初めにインドで えー、積み下ろしが行われる見込みだとこう紹介ケプラーのチーフアナリストであるマット・スミス氏によれば昨年1年間にロシアからインドに輸送された原油は1200万バレルであり 昨年12月から今年2月末までの間はロシアからインドへの原油輸送は見られなかったことから年間輸送量の半分約半分もの原油が3月の間にロシアからインドに輸送されていることを説明したと伝えているというふうに言われていますこれ事実であればロシアもやっぱり、えー、ああ失礼しましたインドもロシアと離れることができないということをますます強調しているような記事かもしれませんねでこちら プーチン大統領は天然ガス代金のユーロ支払いをようにドイツ首相に説明というような記事が出てきておりました。ドイツ首相府報道官によると、シュルツ首相とドイツのプーチン大統領が30日電話会談をした。プーチン氏はこの中で欧州各国が4月以降にロシアから買う天然ガスの代金についてユーロで支払いを続けられると説明したという会談はプーチン氏からの要請だったとしているというふうに言われています。これなんかじゃない しないみたいな、ルーブルだけじゃないと許さないみたいな話もあったような気がするんですが、あ結局このように、えー、こうですね、ちょっと見ておきましょうか。プーチン氏は23日、米国や欧州、日本など、非友好国に売る天然ガスについて、ルーブルでの支払いを求める考えを表明。 G7 は28日支払い通貨の変更は明確な契約違反としてルーブルでの支払いを拒否することで一致していた拒否した場合ロシアが供給を止める恐れも懸念されていたというふうに言われているんですが結果的にロシア側からこのように折れたということみたいですねでこちら渡辺哲也さんのツイートですサハリン検疫の四国側の嘘。常にエクソンとシェルの検疫はロシアが接種済みで いつでも C 国に売れるし日本は少数権益しか持たず決定権を持っていないさらにサービス3社撤退と補修部材の停止でいつまで安定採掘できるかも不明というふうなことを解説してくださっていますね。でどんどんいきますねこちら。 ハインツやネスレの事業停止、スープやソースなどインスタント系がスーパーから消える、コンソメすらなくなる可能性というふうに言われています。スープなくなるのきついですよね <laughs> で。こちら、ロシアガス代金を銀行を振り出し小切手でもらい、それをロシア国債の利払いや 商館に使えばデフォルトを防ぐことができますね。非常に古いやり方ですが、方法としては使えないわけじゃないというふうなことを言われていますね。渡辺哲也さん、本当にいろんな角度から、情報分析されていらっしゃいますね,ね。こちら。ロシア外相が訪中、新世界秩序へ、四国と共闘というふうな、怖い記事が出てきておりました。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は30日、同国がウクライナに侵攻して以降、初めて四国を訪問した。 多極化する新たな世界秩序への移行に向け、四国などの友好国とともに取り組む意向を表明したラ。ラブロフ氏は王毅外相と会談。事前に公表された動画で、ラブロフ外相は我々はあなた方や支援者とともに多極的で公正、民主的な世界秩序に向けて歩んでいくと語った。四国外務省が出した公式声明によると王外相は中ロ関係は国際情勢の変化という。 試練に耐えたなどと述べたというふうに言われていますね結託して、えー、東側がさらに、えー、共闘を宣言したみたいな感じなんですかねでこちら島田内さんのティティですプーチンや習近平などトップが人権感覚ゼロの部隊は軍法会議にかけられる心配がないため戦場の論理疑わしきが攻撃するを最大限緩やかに解釈する要するに歯止めなき 逆に走る ccp 軍が日本に攻め込んだ時も同様になると見ておかねばならない日本を戦場にする選手防衛は進んで破壊とやばいことを呼び込む超度級の愚行敵司令部無力化能力を整備せねばならないというふうに言われていますこれはほんと一言ではなくて我々日本人が頭に置いておくべきことですよね でこちら、あ、失礼しました。こちらですね。首相、サハリン2から撤退せず、安定供給に貢献というふうなことが言われています。首相は、31日の衆院本会議で、ロシア極東サハリンでの石油天然ガス開発事業、サハリン2から撤退しない方針だと明言した。長期かつ安価な液化天然ガス LNG の安定供給に貢献しており、エネルギー安全保障上、極めて重要なプロジェクトだと。 プロジェクトだと理由を説明した。同時に今後とも先進7カ国 G7 の方針に従ってロシアへのエネルギー依存を低下すべくさらなる、低減すべくですね、低減すべくさらなる取り組みを進めると強調した。国民民主党の玉木雄一郎氏への答弁首相は参院本会議でウクライナ情勢に関して24日に開かれた G7 首脳会合の結果を報告したというふうに言われています。まあ、この件と先ほどの渡辺哲太さんの こちらの件が繋がっているということですねうーん本当にこれちょっとまた渡辺哲,渡辺哲也書の中で詳しく伺いたいなというふうに思いましたねこちら北方領土不法占拠記述が復活22年版外交聖書というふうなことが言われています2022年版外交聖書の概要が31日表

復活となった21年版に続き北方領土問題は日露関係にとって最大の懸案との位置づけは当衆というように言われていますね。というようにわれていますね。はいこの件は岸田政権は一歩しっかりと記述するとか記述したという感じなんでしょうか。まあ岸防衛省はいらっしゃるというところも強いのかもしれないなというふうに個人的に思いました。ここれれ外外外外交交交かかかなななのののででで務省関連んすねは どんな動きがあったたのかという,ふうに感じましたねち戦闘で失った領土が交渉によって戻ってくるという類例なき沖縄本土復帰から50年だが沖縄の世論分断工作には外国勢力が存在ウクライナの戦いでも見られた外国による認知影響工作が現に沖縄にあることを 自民有村春子議員が指摘記念の年に改めて分断工作の怖さを認識したいというふうに言われています沖縄でもこの辺が進んでいるということですね本当に、ね、いろんな情報戦いうのをやっていますが沖縄ですでにあるということを警告してくださっておりますねこちらアビルさんの続いてです 今朝の産経新聞でウクライナ帰りのカメラマン宮島茂樹さんがこう書いていた日本人とわかると握手を求めながらクリル千島列島クリミアと囁く過去にロシアと関わった国は大抵親日的で意外と日本のことに詳しいというふうに言われていますウクライナでも日本はいい印象を持っていただいているんですかねはいこれからも、ねえー、しっかり見守っていきたいなというふうに思いますねではこちら 圧倒的世論、ロシア包囲をというふうなことが赤旗新聞の中で言われています。こちらの中でですね、えー、小池、えー、初期局長さんはですね、このように言ってはるんですが、 小池氏は、ウクライナ侵略を口実に、国内でも核兵器を持とう、救助を変えようという動きが起こっている。中でも許せないのは、日本維新の会だと指摘。維新の核共有提言を、日本原水爆被害者団体協議会が批判したことを挙げて、被爆国、日本の政党としての資格を失ったと言われても仕方がないと批判しましたというふうに言われています。国防のことはどう考えているんでしょうかね。本当にどう考えているのか、聞いてみたいなと思いました。で、こちら。 国連安保理改革提言4月取りまとめ自民外交部会というふうに言われています。自民党は31日午前、外交部会などの合同会議を開き、国連安全保障理事会の改革について提言をまとめる方針を決めた佐藤正久 会会長は会議終了後記者団にに対し、し4月中に提言をを取りまとめたた。い意向を示した佐藤氏は会合でウクライナ侵攻を続けるロシアや対ロ制裁に反対する C 国が国連安保理常任理事国として拒否権を持つことを踏まえ我々は、斜上の老格の上にいるロシアによるウクライナへの軍事侵略によって弊害が白,白日のもとにさらされたと述べ国連改革の必要性を強調した。 今後は杉山前中米大使ら有識者から話を聞き提言取りまとめに向けた作業を進める国連改革をめぐっては岸田首相も13日の自民党大会でロシアの暴挙は新たな国際秩序の枠組みの必要性を示している国連改革そして安保理改革の実現に全力を挙げると述べていたというふうに言われていますね。あ今回のの件で、えー、どんな土台の上に いるのかということが明らかになったということですねしっかりこの辺取りまとめていただいて改革すべきところを改革していくように政府は動いていただきたいなと思います本当は佐藤正久外交部会長めちゃくちゃすごい動きをされてますよねでこちらピース太郎さんのツイートです橋本徹さんロシアで反戦の言葉を言うと嫌がらせを受けるのと同じように打決というとロシアに譲歩するのか交付するのか 降伏するのかという声がわーっと湧き上がるんですけど降伏じゃありません打決は一般市民の被害も最小限に抑える形で最善回を目指す 妥結で解決してほしい被害者ポジションへというふうに言われています下手をすれば拘束されるかもしれないロシアで反戦を訴えて嫌がらせを受けている人と安全な日本で排日反あ失礼しました在日ウクライナ人に対して血の涙もない言葉を投げつけてツイッターが炎上しても平然とテレビに出まくって好き勝手主張できる自分を同じようにと言える神経が信じられない信じられん妥結は幸福じゃない最善解最適解だ 妥結で解決してほしいと訴える橋本徹さんの妥結案がこちらというふうに言われていまして、えー、橋本徹さんの妥結案橋本徹さんウクライナが NATO に入らず NATO の基地も NATO の兵器も置かないウクライナの軍備は最小限ウクライナの主権を認めて 上げる代わりにポーランドやルーマニアの NATO のミサイルを取り下げるロシアはベラルーシへ置こうとしている核兵器は取り下げるクリミアと東部地域は特別自治自,自治というふうに言われていますこのようなことをが妥結案なんですねうーんちょ,っとどちょっともう一つ見ておきましょうこちら橋本徹さん ウクライナの中立化が戦争の原因とはっきり言った。専門家は、ウクライナ全土制圧が目的などと言っているが、ゼレンスキー大統領自身が言っているのであれば、安全保障の枠組みは？西側諸国も nato も、ロシアもひっくるめて、妥結で解決してほしい。中立化の意味、えー、真意、わかってねえだろう、というふうに言われていますね。本、は、当、い、妥結が最前回というふうに思ってらっしゃるということですね。めちゃくちゃ批判されてらっしゃいますが。 依然としてこのように主張されているということですね皆さんいかがでしょうかぜひ皆様のご意見があたりましたら教えていただけたらと思いますで、こちらここから米国関連の方に移っていきたいと思います